の橋を渡って本土から長島に渡ります。あの山の向こうに我々の建設予定地があると。蛇腹から向こうが我々の完全な敷地内になります。はい、お願いします。はい、来たっす。だいたいはここら辺から取られてるんですね。はい、あ、この辺りってことですか。ですね、左の山が見る、大きな山見えるじゃないですか。これが1号機になるところです。仮桟橋があって、そちょっとトンネルがあるところがある、あそこが2号機の端っこになります。ここ立っているところがですね、2号機のタービン建屋のあの端っこのあたりになります。で、1号機は申しました通り、向こうに見ます、この出っ張った、島とですね、こっちの大きな山があるんですけど、この大きな山のところが1号機の原子炉建屋が建つところになります。そこから上の山は全て削って向こうに土砂を持っていくということで、敷地の高さ15メートル揃えているという形になります。